どうもこんにちは。ご紹介に預かりました倉山満と申します。はい、今日はですね、題名を白川打てっていうふうにですねしようかと思っていたんですけれども、ちょっとそれやめた方がいいんじゃないかなというふうに思ってまして、というのはこの題名を決めるときにですね、もしその時に白川さんが辞めていたらどうしようというふうに思っていたら、本当そうなってくれましたんで、非常に軽がに耐えないって、もうこれだけ笑いが起きるということは、白川が誰かということはですね、もう皆さんすでにお分かりいただいているということでですね、非常に勉強熱心な方が多いなということで、とはいうものの、まあこれほどまでにですね、日銀というものがですね、マスコミの話題になっている時期っていうのはないんじゃないかと。5年前もまあ本当は問題だったんですけれども、まあ実はあの時日本人は気づかずにですね、暗黒のまあ時代に突入してしまったわけなんですよ。まあ、民主党政権というですね、悪夢のような政権があってですね、その最大の立役者は谷垣って人だったわけですね。で、もう本当この前日本は滅びるんじゃないかなと思ったらですね、救世主が現れたわけですね。まあ、石原伸晃っていう人です。まあ、炎のオンゴーラーというふうにですね、言われておりますけれど。本当石原伸晃さんがいなければ、今の第二次安倍内閣はないですからね。もう第二次安倍内閣なんてできっこないようなですね、自民党総裁選に出た時はもう終わったと思う。まあその1ヶ月ぐらい前にもう私はもう日本終わったなと思ってたんですが、本当に石原さんがですね、5対0で勝ってんのに6発オンゴールを決めるっていうですね、まあ次から次へと自爆テロをやってくれて、まあ今日のですね、安倍内閣を作っていただいたっていうですね、本当に神と石原伸晃さんに感謝しなければいけないと。いうふうにですね、日本人に生まれてよかったな、奇跡の国だなと思う今日この頃です。でですね、まあ、この日銀と、まあ、財務省と我が国の行方ってことなんですけれども、まあ、なぜ日銀が問題なのかっていうと、まあ、お手元のレジュメに従ってお話をしていきますとですね、15年連続デフレっていうですね、まあ、異常な状態なわけですよ。で、今の若者は、15年連続不況で、その前に、まあ、失われた10年とか言われて、バブルが弾けて、景気が後退局面に入ってるわけですね。だから、だいたい25年ぐらい、不況というですね、好況がないという異常な状態なわけです。経済っていうのは、古代より、好況と不況を繰り返すのが常なんですが、25年も連続も不況。短く数えて、どう短く数えても15年連続不況っていう、これ異常事態なわけなんですよ。誰がどう見ても。で、ところが、安倍総裁が日銀批判をしだしたら株価が上がるっていうですね、不思議なことが起きてますね。安倍さんまだ野党総裁だったんですね。白川しねえって言い出したとき。で、白川さんを叩けば叩くほど株価が上がるっていうですね、不思議なことが起きてますね。まあこれは実は不思議でも何でもなくて、デフレってどんな状態かっていうと、物はいっぱい作り続けてるのに、つまり日本国民勤勉なんで頑張って商品を作り続けてると。ところがお札を増やしてないと。じゃあその結果どうなるかっていうと、物の価値っていうのは貴重品であるかどうかによって決まりますね。ということは、頑張って物を作れば作るほど、所詮は紙切れに過ぎないお札の方が価値が出てしまうと。だからマネーゲームで一発当てた人だけが幸せになれるっていうですね、まあ不条理な世の中が出現してたわけなんですよ。で、さらに苦しいからってものを作れば、さらにお札の価値が高まってしまうと。じゃあどうすればいいんだっていうとですね、これお札をすればいいわけですね。じゃあお札をするの誰だって言ったら日本銀行なんですね。じゃあなんで日本銀行がお札をすらないかと。本当の理由はこれは後世の歴史家に全ての資料を解き明かしてもらって解明してもらうしかありません。ただ推定はできます。理由は2つ。バカかスパイ。これはバカとスパイ9対1の法則と名付けました。10人中9人ぐらいがバカな時っていうのは1人スパイがいたらやりたい放題できちゃうんですね。これは歴史上日本は痛い歴史があります。近衛内閣です。まあ、近衛内閣っていうのは、まあ、品事変はじめ、それから対米開戦直前まで持っていって、ギリギリに東条英機さんに、すべての責任をなすりつけたとんでもない内閣です。この時ですね、朝日新聞じゃなかった朝日新聞がですね、を筆頭にですね、まあ、天下の流行通信朝日新聞は、当時極右新聞だったんですよ。まあ今の朝日新聞見てると信じられないかもしれませんが。で、当時日本一の極右新聞だった朝日新聞が、もうどんどん戦争やれと。品人ぶっ殺せ、ちゃんころ殺せみたいなことをですね、毎日紙面に書き立ってですね。
で、それでシナ事変がどんどん泥沼になり、で、それでも大日本帝国が滅びないやと思ったら勝ち続けるんで、そしたら今度アメリカに戦争をかけようと、対米改正世論を煽り続けるっていうですね。で、みんな頭に血が上って、でアメリカぶっ殺せみたいな話言うわけですね。ところが実はこれは、この文麿内閣の側近はみんなソ連のスターリンのスパイだったと。いうことが、日本が滅びて50年後分かったんですね。だんだん薄々、なんかそうじゃないかなと思っていても、決定的な証拠っていうのは、日本が滅んで50年後、ソ連が滅んで5年後に、ようやく断片が、決定的な断片が分かってきたんですよ。だから本当のこと言うと、じゃあ何年に一元お札すらないのみたいな真実が分かるまでやってたら、これ日本が滅びるまで分かんないんですよ。そこで安倍さんの決心はすごかったですね。やがましいお札すれと、もう白川さんをことごとくいじめるっていうですね。もうそれやっただけで株価が上がり続けてるっていうですね。もう学生の就職率が前年度比 3% 上がったっていうですね。で、都市部から派遣さんの時給とかが上がり始めてる。だから、ムカつく店長がいたら違う店に移ればいい、みたいな時代がだんだん来てるわけなんですね。非常に単純な理屈です。しかしですね、単純な理屈なんですけど、なんか不思議なことっていうのがあってですね。だから安倍さんが白川さんを叩けばですね、なんか全マスメディアが敵に回った。産経新聞も含めて敵に回ったってですね。恐ろしいことに。産経新聞って、正直解散前の論調って、朝日新聞のこととやかく言えないぐらい、安倍自民党のために解散総選挙しろみたいですね。安倍自民党の通り党略に従わない奴は国賊だみたいですね。朝日新聞と主張が逆なだけ言ってること一緒じゃんみたいな新聞だったわけですよ。ところが、安倍さんが日銀白川叩きを始めた瞬間、白川さんかわいそう、安倍さんはやりすぎだ、みたいな論調に変わったっていうですね。ここに何か恐ろしいことがあるというふうに勘を持っていただくのが、実は情報リテラシーな。明らかにおかしいことが起きたときは、何かおかしいことがあるんです。理由は大体2つ。その1、バカ。加藤浩一さんの時とかなんかそういう気がかなりありましたよね。で、その2は2つ目、スパイ。なんか弱みを握られてるとか、本当のスパイであるとか。加藤浩一さんの時とかなんかその気がありましたよね。どっちも加藤浩一さんっていうですね。まあそういう話はあるんですが、まあ非常にわかりやすい人なんであれですけれど、で、全メディアが敵に回るわけですよ。で、おまけにですね、安倍さんが白川さんを叩いたら、どこの国とは言いませんけれど、某大陸国家はですね、軍艦やら戦闘機やら押し寄せてくるんですね。ちなみにその国っていうのはですね、不思議なことにですね、日銀が金融を引き締めしたら、お札をすらないぞって言った株価が上がる変な国なんですね。で、日本の GDP が真横な時に、右肩上がりで、いつの間にか、世界で第2位の経済大国の地を奪ってしまったって不思議な国なんですね。どころに安倍さんが白川さんをいじめたら困るんですよね。わかりやすいですよね。本当に。ということは、安倍さんが本気になって日銀に鉄槌を下して日本経済を復活させたら、あの国を潰せるかもしれないというですね。なんでかもしれないっていうかというと、今はですね、はっきり言えば某国はですね、日本の GDP を奪ってたわけですよ。で、円高誘導してたわけですよ。で、円高だと、やっぱり国内で物を作ったって、人件費がそれだけ高くつくんで、産業の空洞化って言いますけど、外で海外で工場を作んなきゃいけないじゃないですか。で、それで安い東南アジアとかで作りゃいいのに、なんかよくわかんないけど、某大国に行こうなんてキャンペーンやるじゃないですか。新華社通信じゃなかった、日経新聞とか。ね。で、それで、円高になって、原安になって、あ、原って言っちゃった。はい。どこの国のこと言ってでしょうね。で、それで、GDP は奪われてしまうし、それから、ね、日本の熟練工の技術も奪われてしまうし、雇用も奪われてしまうと。日本は奪われてしまうけれど、某大国はですね、それ全部、奪ってしまうっていうですね。まあ、略奪経済やってたようなもんなんですよ。まあ、日本は、国ごとカツアゲされてたようなですね、まあ、奴隷国家みたいになってたわけですね。
で、それ25年ぐらい続けてたわけです。ところが、まだ世界第3位の経済大国の地位を保ってたんですよ。これ奇跡の国ですよ。本当は小泉って人が言わなきゃいけないんで、私が成り代わって言いますと、日本人よ、痛みに耐えてよく頑張った。もうそういう国ですよ。言っちゃ悪いですけど、イタリアとかスペインだったら国が消えてなくなってますよ。本当25年間暴動一つ起きないような国ってこの状態で、しかもそこに東日本大震災みたいな大災害がやってきても大規模暴動が一回も起きなかった。これは本当日本を侵略したい国は脅威だと思う。こんな国民は本当に心の底からひれ伏させることはできないと。だから私は確信しましたね。日本は70年間負けたふりをし続けただけだと。本当に今年は維新回転の年にできると思います。なるとは言いません。やるんです。やろうと思わなければ、絶対にならない。で、本当にこの日銀っていうのはものすごく重要で、もう戦争しなくてもあの国を潰せるんです。あの国としか言ってませんからね。まだどことも言ってませんからね。本当に日本に対してひどいことをやってきた。で、実はこれ北朝鮮拉致問題っていうのありますけれども、もう北朝鮮の拉致問題だって結局北朝鮮はあの国を後ろ盾だと思ってるから強気に出てるわけですよ。で、日本がこれで経済大国として復活し、で、いつでも国防費 自前で賄えるぞとなって本当に着手しだして、で、あの国が後ろ盾として機能しなくなったら、もうどうにもならないでしょう。だから、今年っていうのはもう一気に北朝鮮拉致被害者全員取り返すぐらいのことをやると。その過程で、某大国が潰れようがそんなことは知ったこっちゃないと。で、もう、かの国は、結局日本から巻き合えたお金を富裕層ががめて、で、富裕層だけでばらまき合ってんで、貧困層が、まあ、毎日暴動を起こしているっていうですね、北京近郊数十キロのところでですね、暴動が起きて、毎日暴動が起きてるみたいですね。もうそういう状態なわけですよ。だったらもう、ここで一撃を加えたら戦わずして日本は勝つことができると。ね。もう尖閣に戦闘機だの軍艦だの押し寄せてきたらですね、日銀が急所だって教えてくれてるみたいなもんじゃないですか。となるとここで一歩も手を緩めてはいけないっていうぐらい、実は日銀っていうのは日本政治と国際政治の天王山なんです。だから非常に今日本は大事な時期に突入しています。3月19日に日銀人事一期変わりますけど、これは昨年の衆議院選挙なんかよりもはるかに重要な戦いです。ただし日銀というのは甘い相手じゃないです。あの産経新聞は安倍支持から1日にして寝返らせるぐらいの力を持ってるんですよ。これ異常ですよね。みたいな、もういろいろなからくりを歴史に即して今日はお話ししていきたいなというふうに思います。安倍さんとしての勝つシナリオっていうのは非常に単純で、このままアベノミクスで景気を回復させていくと。で、日銀人事が、ちゃんとやれば、これは株価上がり続けます。で、3月、4月、3月が日銀人事で、そこで乗り切れば、3月、4月、就職シーズンですね。で、若者は、ずっと就職氷河期で苦しんでいたけれども、せっかく景気が良くなって、就職が楽になったと。そんな安倍さんを政治の都合で参議院選挙で変えるのかという流れになったら勝てます。本当マーケットって、安倍さんの仲間っていうのは本当のことを言うと株価なんですよ。全メディアが安倍叩きやってる。テレビなんか見てると安倍さんの言う通りやったらハイパーインフレになるとかバカなこと言ってますからね。じゃあ缶ジュースが1兆円になるんかみたいなですね。そんな恥ずかしいこと平気で言うのが地上波っていうバカどもなんですよ。本当にどうしようもないですけれども、そんな番組しか作れないからチャンネル桜がこんな人気になるわけですね。もう地上波様々ですよ、チャンネル桜。もう感謝しなきゃいけませんね。地上波の皆さんありがとうございますとカメラに向かって言っちゃいましたけれども、ということで、本当にもう日銀っていうものはこれほど話題になってるってことはないと思いますね。お話ししたいと思いますね。で、本題に入る前にですね、武藤敏郎っていう名前が挙がりましたね。この本論でも出てきますけれど、まあ元財務事務次官で、ミスター財務省とか言われてますね。
で、バランスの武藤って言われててですね、いついかなる時でもどうとでも取れるような発言をするっていうので有名な人なんですね。朝、よそのさんと一緒に日経新聞で増税行ったかと思うとですね、夕方に安倍さんと一緒にリフレ行ってるってですね、それくらいバランスの武藤って言われてですね、もう本当に。で、はっきり結論は言ってるんですけど、付属語がいっぱいついててですね、形容詞と接続詞と、もうどうとでも取れるように後で言い訳してるってですね、あんまりにもそのバランスぶりがですね、過去人の恨みを買いま、恨みというか不信を買いまくってるんで、ちょっとこの人どうなのかなって言われてるんですが、案の定、武藤さんの名前が出た瞬間に、株価が250円下がりました。だから実はこれ安倍さんが武藤さんの声があんまり麻生さんあたりから強いんで、わざと観測気球で流して潰したんじゃないかみたいな噂も出るぐらいもうすごい暴落の世界なんですよ。で、私の先輩でこちらでかつて講演させていただいた経済評論家の常念司先生とですね、この問題については毎日のように話し合って、お前ら二人が話し合ってどうなるもんでもないみたいな話はあるんですが、じゃあ武藤さんが仮に日銀総裁になれるとしたらどうなるんだろうかっていうですねことで、私の方ですね、もうここは武藤さん反省文書かなきゃダメでしょうってことですね、国民に対してリフレやりますって宣言すればいいと。で、常念先輩からのですね、返事のメール、指針なんですけれど、あえてこの場でですね、せっかく集まっていただいた方にのためにですね、公開しておきますと、私の、武藤さんはリフレ宣言しなければならないでしょうって、39度7分の熱の中でですね、返事を送ったのに対する返信全文読み上げますと、武藤さんにそれを積極的に発言させましょう。ポイントは、点々。1、日銀貴族に家族を人質に取られていたため、量的緩和解除の時は反対票を投じられなかった。家族が解放されたのでもう大丈夫。2、私は変わりました。もう逆戻りしません。バランス感覚なんて知りません。3、安倍さん愛してます。心中します。4、日銀貴族を民族浄化します。中共が青ざめるぐらいの凄惨な弾圧をお約束します。なんてことは言えないと思うので、1、過去の行動に対する謝罪と反省、2、これからやることは2年以内のデフレ脱却、できなければやめます。この2つだけ言えれば合格です。円も株も戻すでしょう。武藤で大丈夫だとみんな言いますよみたいですね。まあこの情報をですね、どう判断なさるか、まあ皆さん次第ということですね。まあそんな感じですね。まあ本当によく聞かれる質問なんで先に答えておきますと、日銀総裁誰がいいですかっていうですね、日比谷の野音でチャンネル桜で演説した後、辺真もさんにですね、インタビューされて、武藤さんって言いましたけど、まあ、結局人事っていうのは、誰がどういうなり方で、やり方でならせるかっていうのが大事ですからね。安倍さんが財務省に恩に来て武藤さんになるのと、財務省が安倍さんに土下座して武藤さんになるので、意味が全然違いますしね。ただ岩田喜久夫さんって、中間文春の誘導尋問みたいな形で、日銀総裁出馬宣言みたいになった、まあ、学習院大学の、まあ、つい先日、先日お辞めになれて名誉教授の方、もうリフレ派筆頭で、20年前から一番最初にリフレって言ってた人ですね。じゃあこの岩田喜久夫総裁で、副総裁、二人のうち一人、勝栄二郎、もう一人、日銀中曽理事、みたいですね。こんなんだったら何の意味もないですからね。で、人事っていうのはそもそも誰がどういうやり方でならせるかっていうのが第一。もう一つ今回の場合は、副総裁二人との組み合わせっていうのがものすごく大事なんです。小泉さんの時は、福井さんが土下座してリフレやります、デフレ脱却やりますって言ったんで、日銀出身のなんとかしゃぶしゃぶの前科がある福井さんをさせてあげて、で、それで財務省の武藤さんを入れる、学者出身の岩田和正さんを入れるっていうトライアングルでやって、景気回復軌道になった、あと1年でデフレ脱却だっていうギリギリのところでいきなり福井さん裏切り上がりましたからね。そこまでやって。小泉さんが後ろから刺されて、小泉さんはどんな嫌いの人でも強い政権であったことだけは否定しないじゃないですか。小泉さんが後ろから刺されて手も足も出なかったと。その翌年安倍政権ですからね。もういきなり安倍さんも同時に刺されたみたいなことを平気でやるのが日銀ですからね。そのことを分かってないとすごい怖いんですよ。だから、人事のバランスっていうのが大事だし、で、今、アベノミクス支持派と反安倍派が2対7って言われてます。というのは、総裁1人、副
総裁2人、それから政策審議員6人の合計9人で日銀政策委員っていうのは決まって、意思決定してます。これがいわゆる日銀貴族です。他の人関係なしです、日銀は。この9人だけで決めちゃいます。で、この中の多数決で決まっちゃいます。だから2対7のうち3人変わるんだから3対0で勝たなきゃ負けなんですよ、安倍さん。という、ものすごく厳しい戦いであるということを大前提にお話を聞いててください。でですね、レジュメで言うと歴史的にいくと、まず日銀を考える上で、奴らの原体験として考えなければいけないのは、もともとは大蔵省の歌舞伎館として出発したっていうですね。作ったのは元老の松方正義です。で、初代総裁に吉原さんっていうですね、まあ当時租税局長と言いましたけど、まあ今の主税局長天下り先として送り込んだわけなんですよ。まあそんなもんです。で、しかも、そもそも日銀の役割は誰がやってたかっていうと、財閥の三井がやってたんですよ、昔は。新政府初期って。で、それじゃあんまりにも国家財政が大きくなるときに、一財閥だけでやってた、なんか韓国みたいじゃないですか、みたいなこと言っちゃあれですけど、まあそんな韓国みたいなみっともない真似できないで、今のですよ。当時の韓国もっとひどいですからね。韓国って名前すらないですからね。まあそんなみっともない真似できないんで、まあちゃんと中央銀行を作って、みたいなことで始めたわけです。そもそも日銀っていうのは大蔵省の植民地。で、独立戦争結構仕掛けるんですけど、ことごとく連敗してます。で、なんかあんまり元老の松方さんに、喧嘩打って負けたんで、三代目と四代目の総裁に至っては、三菱の雨上がり先にしてあげたってですね、賄賂持ってきたんで、お前日銀総裁にしてやるみたいですね。そんな世界なんですよ。そんなデタラメやっといてですね、あしかもですね、三代目の河田さんっていうのは三菱の番頭です。で、四代目の岩崎さんっていうのは、三菱創業者の二代目ですね、弟ですね。で、番頭さんが、じゃあ、本家筋に、じゃあ、雨上がり先あげますみたいですね。まあ、思いっきり私物化してるようなデタラメな世界から始まってるわけです。まあ、これで日清戦争勝っちゃうんだから大したもんですよね、明治の人っていうのは。まあ、日銀って、まあ、そんなもんです。ただ、明治以来、機密費は多い役所で、本当のことは分からないんですけど、いざとなったらお札1億円ぐらい吸ったって分かりゃしませんからね。まあ、本当にそういうやり方してるかどうかは分かんないですけど。で、幹部の仕事は大半が宴会です。で、宴会やりまくってるってことは情報をいっぱい取れるってことなんですよ。で、遊んでるように見えて本当は遊んでるんですが、まあ、そういった遊びの中で、相手の弱みを握るっていうですね。まあ、ちょっと、いざという時に役に立たなきゃ、本当遊んでるだけだっていうのは、まあ、こういうところの幹部ですね。まあ、霞が関の人たちは、宴会や朝5時まで、朝3、2時まで宴会やって、5時まで、事務仕事こなすみたいですね。まあ、そういう世界あるんですけど、本当霞が関には今でも、夜9時に出勤して朝5時に帰るって人いるらしいんですね。誰も会ったことがないんだけど、すごい働いてるらしい人みたいですね。どういう世界なんだこの人たちはみたいな。まあ明治からこんなことをやってたらしいですけど、まあ本当本格的にそういうのがむちゃくちゃになってくるのは昭和期からです。明治期はまあそんなに、まだその役人のスキャンダルがそんなひどいみたいな世界ではないですからね。やっぱり元老がいるんで政治主導がしっかりしてますからね。でと。で、まあ、基本的にはまあ、大蔵省の歌舞伎館で、それが決定的になるのは戦時体制なんですよ。で、まあ、あんなことやこんなことやそんなことが、明治からいきなり昭和17年に飛んじゃうんであるんですが、旧日銀法が制定されたのは昭和17年です。議会制定前に日銀ができてるんで、日本銀行条例っていうのがあって、それがそのまま法律として通用してて、正式な法律はなかった。それを戦時体制のどさくさで、そのナチスドイツが中央銀行に言う、もう今の中国人民銀行みたいに言うこと聞かさ、中国共産党が中国人民銀行にもう統制率 100% みたいに言うこと聞かせてるようなのを真似して作ったわけですね。それが旧日銀法です。もう完全に政府の歌舞伎館として戦時財政に協力したという歴史があるわけです。
で、この時にですね、谷口常次っていう謎の人物がいてですね、この人はですね、すごい経歴でして、昭和12年から16年まで大蔵省主計局長やってるんですよ。これ、品事変の真っ最中ですね。で、終わったら、16年から19年まで、対米海戦やってる時に、大蔵次官やってるってですね、謎の人がいるんですね。まあ、こんな人物が重要人物じゃないわけないんですが、大蔵省史には、失脚してた池田隼人を取り上げた人としか書いてないっていうですね、本当に謎の人物がいるんですけど、で、この人が、日銀副総裁として天下ってきたんですよ。だから、日銀はもう完全に戦時体制のどさくさで、大蔵省の植民地になってたと。いう状況なわけです。だここまではもう完璧に日銀は大蔵省の植民地と。1885年から1945年だから、最初の60年間はもう完全にもう植民地ですね。この植民地っていうのは本当に霞が関用語です。例えば今で言うと、防衛省は大蔵、財務省の植民地だ、みたいですね。まあそういう表現使います。なんでかっていうと、2代に1代は財務省の権力闘争で負けた人が事務次官として天下ってくるんですね。実は。生え抜きの人と、あと、大蔵の天下りの人が交互になるみたいですね。そういう意味で植民地だったりするわけなんですよ。で、まあ日銀っていうのは非常に明治以来重要な財務省の植民地で、で、なってたのは、なんと、ここに日銀にとって神風が吹き荒れるんですね。それが敗戦なんです。よく敗戦革命って言葉ありますよね。東大法学部の左翼教授とか、宮沢俊義とか、横田喜三郎とか、丸山正夫とか、もう日本が戦争に負けた、我々の時代が来たってはしゃぎ回った連中ですね。敗戦利得者って言われる人たちですね。それが日教祖とか自治郎っていうのはマッカーサーが作った人たちですよね。あいつら育てた人たちですよね。日本共産党だってもう戦時中に壊滅してたのをマッカーサーやケージスが日本は共産主義化するぐらいでちょうどいいんだみたいなんで育てたバイキンですからね、で、そしてみんなが知らないか忘れてるのが日本銀行なんです。日本銀行そのものは明治以来ある組織なんですけれども、占領軍がやってきて大蔵省に対して独立戦争を仕掛けちゃうんですよ。で、勝っちゃう。で、大蔵省っていうのは、その軍部とか、陸海軍とか、内務省とかに、まあ、はっきり言えば罪を着せて、あいつら悪者ですと。みたいな、嘘800億ぐらいの歴史観をですね、まあ、勝ち連ねた、まあ、太平洋戦士って本書いて、ダグラス・マッカーサーって頭が弱い人は、コロッと騙されてくれたんですけど、でもやっぱり怪しいぞと。欧米人っていうのは、予算を誰が握ってるかっていうのはすごい重視するんですね。例えば第一次世界大戦の時に、じゃあ、ドイツで戦争を起こしたの誰だ？皇帝だ。総理だ。じゃあ、予算、戦争をやる予算を可決した議会に責任はないのか、大蔵大臣はとか、そういう話してたんですよ。だから当然、大蔵省にも、攻撃の魔の手は来るわけです。で、日本国憲法を作ったケージスなんか、大蔵省を潰そうとするんですね。経済安定本部なんていうのを作って、大蔵省から予算権限取り上げて、今の主計局取り上げようとかいろんな動きやるわけですよ。それに対して徹底抗戦してたのが、まあ、大蔵省のエースだった福田赳夫という後の総理大臣だったりするわけなんですが、そのどさくさの余波というか、清掃の流れ玉に当たって福田さんなんか一回逮捕されちゃうんですね。みたいな、命があっただけまだマシみたいな、ギリギリの清掃の中で大蔵省は防戦一方の中で、なんとか、組織を守ったわけです。大蔵省っていうのは結構強い組織で、近衛文麿とか東条文麿とか、ダグラス・マッカーサーとか、時代が下ると田中角栄とか、いろんな人が大蔵省から主計と主税の分離とか、主税と国税取り合えて歳入庁作れとか、主計局を内閣移せとかいろんな話あるんですけど、大蔵省は全部跳ね返してるんですよ。実は。だから、主計局に手をかけた、主計局を取り上げようとした実力政治家はみんな失脚してるみたいな歴史はあるんですけど、まあ、GHQ の猛攻も大蔵省はしのいだわけです。ただ、その大蔵省が防戦一方のどさくさん紛れてる時に、マッカーサーに取り入ったのは日銀っていう人たちなんですね。一間田久人って言われる、まあこれが、白川さんのこと白川法皇って呼ばれてますけど、本当に法皇って呼ばれてた最初が一間田さんって人なの。
この一間田さんっていう人はマッカーサーのところに誰よりも早く会いに行って、まあ、言いたいこと言うから、まあ、文句があったら聞き流してくれ、ありのまま話すからって言って信頼を勝ち取ったと言われてますが、まあ、どこまで美談、その美談がどこまで本当かどうかはともかく、マッカーサーが一間田さんと仲良くなったのは確かです。で、日銀の人たち、この一間田さんであるとか荒木英一さんであるとか、この要するに日銀の人たちを中心にマッカーサーは日本の経済政策を決めてたっていうんですね。大蔵省は潰すべき敵、経済政策に関して相談するのは日銀という構図がいきなり出来上がってしまったわけだ。で、荒木さんが公職追放された後、一間田さんが総裁になって、でまた荒木さんが返り咲くみたいなことで、もうこの3代の総裁の間はもう本当日銀の天下で、大蔵大臣になったら日銀総裁のところ挨拶に行かないと仕事ができないと。この時国家財政なんか破綻してるんで予算ないんで、じゃあ企業を作りたいっていうと日銀のところを頭下げに行って融資してもらうしかないわけですよ。だから国家経済決めるの全部日銀って時代なんです。もう我が世の春を謳歌してるわけなんです、日銀は。ちなみに荒木さん、17代と19代の総裁で荒木さんっていう人は公職追放を解けた後駐米大使になります。白洲次郎って有名な人いますね。マッカーサーに向かって全然一歩も引かなかったって有名な、ケージスにお前英語がうまいねって言われて、いや君も頑張ればこれくらいうまくなれるよって言ったというですね、まあ、そういう本当の話が残っている人ですけど、その吉田茂はその側近だった白洲さんを初代駐米大使にしようとしたんだけれども、まあ、そういう態度が嫌われてて、向こうに受け入れを拒否されたんで、代わりに荒木さんがなったっていうですね、まあ、俗に言う悪い意味でのアメポチがこの荒木さんですね。こういうのアメポチっていうんですね、本当に。もうまさにこれこそアメポチみたいですね、こういうのアメポチって言ってくださいね。私はあくまで親米派ですからね、さてと。で、まあ、占領期の間我が世の春を謳歌して、で、まあ、占領が明けてしまうとアメリカ軍直接はいなくなっちゃうんで、大蔵省の方も日銀の増長を叩きのめそうとですね、まあ、いろんな小競り合いを繰り返すわけですよ。で、最終的にこの戦争が終結したのが高度成長期です。この池田隼人の時代に対する歴史認識ってものすごく重要でして、チャンネルさくらの年末の選挙特番の日に、敵のスパイとスパイに踊らされたバカはこういうことを言い出すぞっていうことを言ったらですね、いろんな人がその通りのことを言ってくれてですね、もう楽しくてしょうがないんですが、何を私が予言したかっていうと、安倍さんは経済だけでいいのかって言い出してくると。で、大体安倍さんやらないって言っては言ってないのに、7月の参議院選挙までは経済で、その後他のこといろいろやるって言ってんのに、7月までやらないってことはやらないと一緒なんだみたいな無茶苦茶を言ってくると。安倍さん多勢に無勢なのに、その無勢の方に多正面作戦を迫るってですね、もうこれは敵の手口ですと。で、大体そこにかこつけて池田隼人でいいのかって言ってきますよというふうに言ったらですね、まあ、いろんな人が言ってくれましたね。カメラ回ってんであんまり言っちゃいけないですか、桜井よし子さん、遠藤浩一さん、笹井幸恵さんですね。まあ、そういう人たちのことですね。なあ、あの人たち保守と思ってるかもしれませんけれども、まあ、自分のことどう思ってるかどうか知りませんけど、まあ、不勉強か敵に踊らされている人がどっちかですね。まあ、両方でしょうけど。本当、池田隼人の歴史認識って重要で、まあ、桜井よし子さんの表現を借りると、あなたは岸の孫のはずだ、池田隼人と同じことをやっていいのかみたいですね。岸と池田が違うことをやっているという勘違い。で、遠藤浩一さんはに至っては、池田隼人はエコノミックアニマルで今の民主党を作ったっていうですね、池田隼人をどうやったら越石東になるんだか聞いてみたいんですけれども、まあ、金子陽一あたりだったら分かりますよ。喜んで私は池田隼人の後継者ですと言うと思いますけど、まあ、そんな人は民主党の中でごくごくごく少数派であって、で、笹井幸恵何言ったかもう忘れました、はいどうでもいいんで、はい、みたいな扱いですね。で、ものすごく重要なことは、池田隼人のやったことは、第一に、昭和35年、岸さんが安保条約締結しました。でも、
毎日国会議事堂が今の原発デモのインチキじゃなくて、もう勝て目なしで何万人もの人間が毎日取り囲んで、明日にも暴動革命が起きそうな状況でした。で、暗殺事件も引き荒れてますよね。一番有名なんだったら演説会場で浅沼さんが刺されて、テレビの生中継中殺された、中央航路の島永さん社長だって暗殺されてます。岸さん自身だって太もも刺されて重傷になってるんですよ。死にかけてるんですよね。そういう時代に、で、安保闘争で岸殺せって言ってた直後に池田さんは解散総選挙をやったんですよ。なぜかというと、もう話し合いによる議会政治のルールを確立するんだと。日本は暴力によって話を決める国じゃないと。そのことを示すためにあえてやったんです。その結果どうなったか。64% の得票数単独で獲得してるんですね。あんまり知られてないですけれども、議席数が300超えてないんで、総数が464で少ないんで、超えて目立たないんですけど、総得票数 64% って自民党史上最高なんですよ。池田さん、その時。あともう少し頑張ってたら、単独で3分の2超えるぐらいの勝ち方してる。だから、そこで一つ議会政治の原則を確立したと。話し合いで日本は行く国なんだと。で、二つ目はもちろん高度経済成長。頑張って働けば、10年であなたの給料を2倍にしますと。で、実はこれ、単に国民総所得だけだったら4年で倍にしてる。それを再配分して2、3年かけてしたんで、なんと10年って公約したところを7年で達成したんです。で、これ単なる銭金の話じゃないんですよ。それまで、ソ連という国は日本を滅ぼしたくて、経済的に不満な労働者を暴動を起こさせて、革命を起こさせて、日本政府を転覆させたかったんですよね。ところが、頑張って働けば、給料が2倍になると分かったら、誰も政治活動なんかしなくなるわけですよ。ここでソ連の侵略の野望はついえたわけです。実は高度経済成長っていうのは、安全保障政策そのものだったわけです。岸さんが真正面から改憲だ安保だってぶつかっていって負けたんで、池田さんは変化球で行ったと。ただそれだけなんですね。岸と池田は同じなんです。で、三つ目、岸池田が連続してるのは対米一辺倒じゃないことをやったただ二人の戦後の政治家なんです。岸さんはイギリス、池田さんはフランスを重視したんですけど、アメリカ以外に英仏という自由主義諸国の大国とも仲良くしようと。で、池田さんは韓国のパクチョンヒとも仲良くし、台湾ともしっかり手を結びながら、ソ連への牽制で中国とも貿易だけはやる。で、東南アジアの国々、タイやインドネシアを中心に仲良くする。オーストラリアと結ぶ。これらの国を結んだら、もうソ連や中国を海に出さない子ができる。で、ヨーロッパの国々、英仏とも仲良くすると。で、今安倍さんがダイヤモンド安全保障に英仏を招き入れるって言ってますよね。岸池田そのものなんですよ。だ岸と池田は連続しているんです。ということが、まあ非常に重要な、まあ戦後史の中では池田隼人っていうのは、その岸さんが途中でついえたことをやり遂げた、まあ前世紀なわけですね。だ池田隼人が気に入らないっていう人は、じゃあ、どういうやり方がいいんだと。池田隼人は病気で途中で倒れましたけれども、最後に教育と憲法をやりたかったと。池田内閣の時って一番国防軍、自衛隊が、の国防が充実してた時ですからね。実質的に、憲法改正やりませんって言って、目をそらしている間に、9条をどんどん骨抜きにしていった時代ですからね。自衛隊の国軍化を徹底した時代ですからね。まあ今日はその話じゃないんで、あれですけれど。で、この高度成長に唯一立てついたのが日銀なんです。まあ、あと社会党と通産省内産業派っていう人もいるんですが、まあ、一番大きいのは日銀です。で、ことあるごとに、金利を引き上げて、経済成長を引き止めよう、みたいなことをやるわけですよ。で、中央銀行の独立は大事だ、日銀法改正しろ、みたいなことをですね、まあ言ってくるわけですね。で、それに対する池田隼人の答えは簡単。やかましい。終了。うん。で、まあ、本当にやかましい一言で終わらせたわけじゃなくて、下村治っていう、自分の高度経済成長を考えたブレーンを差し向けて、こいつを論破できるんだったらやってやるよって言って、もう池田隼人、下村治完全勝利っていうですね。だから高度経済成長は、まあ、ついたわけですね。まあ、日銀はこれ引き分けだとか言い張ってますけれども、完全屈服です。で、日銀に任しときゃろくなことにならんっていうのが、まあ、池田の次の佐藤を飛ばして、田中角栄内閣です。
田中角栄って人は総理になるまでは確かに幹事長とか大蔵大臣としてはすごいんですけど、総理になってからろくでもない人ですからね。唯一の功績が日中国交回復ってずっと言われてたんですけど、なんでそれが功績なんだって今になったら誰の目にも明らかですよね、本当に、で経済政策に関してももう本当失敗しました。ですね、まあインフレ時にインフレ政策やるってむちゃくちゃやったんですよ。でまあデフレ不況って滅多に起きなくて、普通の不況ってインフレ不況なんですけど、インフレ不況だとまあ苦しいですよね物価が上がると。で物価が上がる、物売れない、給料が下がるって時にさらにお察するってむちゃくちゃやったんですよ。だからまあスタグフレーションというわけが分かんないですね。物価が上がってんのに給料が上がりつ、上がらないっていう状態が続いたわけですよ。でこの時に昭和47年に入校したのが白川正明って人なんだから、白川さんをのやったことを最大限好意的に解釈すると、幼児トラウマですね。だから出生のトラウマみたいなものなんですね。だからデフレの時にデフレ政策やった白川さんと、インフレの時にインフレ政策やった田中さん、これひっくり返したら、まあ、これはうまくいきましたね。な、白川さんの政策って石油ショックの時だったらものすごいいい政策なんですよ。格差の政策って今だったらものすごいいい政策なんですよ。ただ時期を間違えると全く逆効果だっていう典型例なわけです。で、この状況に日銀のプリンスと言われた佐々木総裁は何にもできなかったわけです。佐々木総裁ってかなり優秀な人で、昭和16年夏の敗戦っていう本知ってますかね。猪瀬都知事が若い頃書いた本なんですけど、近衛内閣に言われて、日本がアメリカと戦争したらどうなるかってシミュレーションやったら、ほとんど当てたっていうですね。うん、山本五十六が博打でやったハワイ攻撃と原爆以外は全部当てたっていうですね。ソ連が裏切って攻めてくるまで当てたっていうですね、すごいシミュレーションやったそのチームの一人がこの佐々木総裁っていうですね、すごい秀才なんですよ佐々木さん。ただ田中角栄が明らかに間違ったことを政治の圧力でかけてきた時に何にも抵抗力がなかったと。だから政治家がむちゃくちゃな圧力をかけてきた時に日銀法で守られてなかったら何もできないじゃないかというトラウマがあるんですね。で、まあ、そんなトラウマのことは知ったこっちゃかっていうのが、まあ、国民の立場なんですが、歴史に即して言うと、これを収集したのがなんと大蔵省なんです。大蔵大臣は田中内閣と次の三木内閣で2代にわたってやるんですけれども、池田隼人の下で、大蔵次官をやった森永定一郎っていう、まあ、東証理事長に天下っていた人を、わざわざ日銀総裁に据えたんですね。そしたら石油ショックをなんとか収拾したんですよ。当たり前の話で、お札すりすぎてんで引き締めりゃいいっていうですね。インフレの時にはお札を引き締める、デフレの時にはお札をするっていうですね、非常に単純な原則をやったわけです。で日銀としては非常にプライドを傷つけられるわけですね。でしかもこの森永さんっていう人はさっき出てきた市間田さんと決定ってことごとく喧嘩してた人なんですよ。実は日銀にとっては恩敵みたいな人なんですね。だからもう本当にここでもう怨念が生まれてしまったわけです。で森永さんはさすがに日銀をなだめるためにそのまま日銀総裁大蔵省の天下り先にずっとしてもよかったんですけど、日銀出身者が日銀総裁になれないんじゃ、さすが日銀マンの資金関わるだろうってことで、交互に大蔵出身者と日銀出身者がなれるようにしたんですね。だから前川さんっていう日銀出身の人を副総裁に据えた。で、ここで情けをかけてしまったわけですね。まあ、たすきがけ人事っていうんですけど、これが、まあ、大体人間っていうのは、情けをかけてくれた相手に対しては逆恨みするっていう法則がありますんで、まあ、日銀はまさにそれになってしまったわけですね。で、日銀が、さらに大恥をかいてしまったプラザ合意ってありますね。1985年にプラザ合意っていうのがあって、当時、米ソ冷戦の真っ最中で、アメリカが、日本は全然防衛努力してないじゃないかということで、じゃあ軍役負担しろってことで、まあ金巻き上げようとしてですね、強制的に円高に持ち込むっていうむちゃくちゃな協定やってきたんですよ。今の TPP どころの際じゃないですよ。だって1ドル240円がいきなり1年で120円になったんですよ。
で1年間不況だったんですよ。なんでかっていうと日銀が金融緩和しないでそのまま放置したからです。でそこで見るに見かねた財務省の大場財務官が山口次官という人を使って日銀に圧力かけて公定歩合を 5% から 2.5% を下げたんですね。まあ公定歩合 2.5% もあったんだって顔をしている人が多いですけれども、まあ当時は 5% あったんです。それ 2.5% を引き下げたんです。半分にしたんです。金融緩和したんです。そしたらどうなったか。いきなりバブルが訪れてしまったんですね。だから日銀っていうのはそれくらいパワーを持ってるんですよ。で、これをですね、日銀の歴史観ではですね、屈辱とか敗北って書き殴ってるんですね、本当に。まあ、日銀の正史で書いてるわけじゃなくて、当時の担当者の人が、住田総裁、大蔵省出身の人ですけど、住田総裁の金融政策を否定的な観点で論文書くとか平気で書いてる世界ですからね。日銀ってなんでそんな日本経済が良くなるのが嫌なんだってぐらいですね、日本の経済成長が成功したらですね、もう怨念を抱いてしまうという不思議な組織なんですね。うん、さてと。で、まあ日銀、このプラザ合意で何が言いたかったかっていうと、日銀を本気になって使えば、TPP どころじゃないプラザ合意も跳ね返せたということ。で、本当に景気を良くしてしまったら、なぜか日銀の人たちは怨念を抱くというですね。で、怨念を抱いた結果何が起きたかっていうと、この住田さんの次が、誰だったかな、三重野さんか、三重野さんの次の日銀総、住田さんの次がバブル潰して有名な三重野さんなんですけど、その三重野さんの次の総裁を選ぶときに、このプラザ合意の時の山口さんが日銀総裁に来ようとするのを思いっきり阻止するっていうですね。なんか山口総裁っていうのは、山口次官って結構面白い人で、料亭から大蔵省通ってたみたいなむちゃくちゃな人なんですね。で、そういう人なんで、もう写真をパシャパシャ撮れば、いくらでも弱み握れるんですけど、なぜかその日銀総裁になりそうだという瞬間に、写真週刊誌に女性との密会写真が流れるみたいなんですね。不思議な出来事が起きるってですね。リークしたの誰かバレバレっていうようなですね、謀略が起きてしまうみたいですね。だからそういうこと平気でやれる組織なんですね。さてと。で、プラザ合意の後、跳ね返したらバブルになっちゃったと。で、三重野さんは日銀出身の人ですけど、まあこれ、もう当時はもうバブル潰しの平成の鬼兵って言われましたよね。ただ、土地の値段をいきなり明日から半分にしますとか、むちゃくちゃやったわけですよね。確かに時の、東京23区でアメリカ合衆国が買えるとか土地の値段異常なんですけど、だからといって1日で半分にしなくていいだろうみたいなですね。まあむちゃくちゃなバブル潰しやったわけですよ、三重野さんが。で、まあそういった中で、まあ不況になっちゃうわけ、一気に。1990年代っていうのは失われた10年って言われますよね。で、誰が悪いんだって言ったら、まあ大蔵省がやり玉を上げられるわけです。で、竹下派と言われる人たちは大蔵叩きをやるわけです。なぜかというと、小沢一郎っていう人が竹下登るに逆らって一回細川連立内閣作ったじゃないですか。その時に大蔵省の斉藤二郎次官は小沢さんについちゃったわけですね。ところが小沢さんっていうのは政権を8ヶ月で潰すっていう特技があって、その1回目がこの時なんですけど、まあ8ヶ月で竹下さんに権力戻ったわけですよ。そしたらまあ大蔵叩きが始まるわけです。で、まあ、なんとかしゃぶしゃぶっていう、これ、レジュメには思いっきり書いてますけど、なんとかしゃぶしゃぶっていうですね、名前に出すのもはばかれるようなですね、まあ、事件があって、で、これで、まあ、狙い撃ちされたわけです。で、松下さんっていう、元大蔵次官の人が、まあ、5年任期のところ、4年で放逐されちゃったわけですよ。一緒に福井さんっていう人も、副総裁も辞めちゃうわけなんですよ。うん、で、さらに、橋本龍太郎の橋本行革で大蔵省を徹底解体するわけです。これに対して徹底抗戦してたのが、大蔵省の武藤官房長なわけですね。で、竹下さんという人はもう当時、時の総理大臣コロコロ首を変えるぐらい平気な人ですんで、まあ、で、むしろその、時の総理の橋本さんが、まあ、大蔵省解体を至上命題としてやってくると。その時の司令塔が野中博文さんと江田健二さんですね。で、武藤官房長としては、とにかく予算握ってる市計局と税金握ってる市税局だけは守んなきゃいけないと。
となると今話題になってる何だっていうと、まあ、当時銀行業界証券業界のスキャンダルがひどかったんで金融は差し出そうということで財金分離は飲むしかないというどさくさん紛れて日銀も財金分離だってことで中央銀行の独立を勝ち取ったわけです。ただあんまりにも行き過ぎたら困るってことで内閣法制局なんかも借り出されて橋本さんの諮問機関の中央銀行研究会なんてところで論争するわけですね。坂田正弘後の法制局長官が当時第三部長ですけど中央銀行の独立は統帥権独立と同じだって論陣張ったんですけど負けてんです。まあこの時日銀側から論陣張ってたのが京都大学の憲法で有名な佐藤浩二さんって人なんですけれども、でこの時は法制局と大蔵省の連合軍が日銀に負けてですね、まあ、後ろの竹下登っていう人たちがとその一派がいたっていうことはあるにしても、だ日銀っていうのは法制局と主計局の連合軍を蹴散らして今の独立を勝ったんだっていうのはこの歴史を指してる。しかもこれは日銀の雑誌で勝ち誇ってますからね。いや法制局変なこと言われましたけれどもやれやれでしたねみたいなこと座談会でやるような人たちな。大蔵省主計局ってとんでもない強いところで他の全部の役所が束になってかかったってじゃあ予算ありませんの一言で終了って組織なんですよ。裁判所も含めて全官庁が束になってかかって勝てないぐらい。さらに法制局っていうのは上を行ってその主計局が予算として認めたものに対してそれ憲法違反ですって止めることができるんですよ。だから日本戦後史の二大権力機関なんですよ。その二つの連合軍を蹴散らして勝ったのが日銀なんです。とんでもなく強い。で、この改悪日銀法の要点っていうのがこれすごくてですね、存在意義が物価の安定のみ、つまり経済、デフレであっても物価が一定だったらいいんです。ゼロからマイナス 1% ずっと98年以降収まってますよね。日銀法、今の日銀法だったら全然 OK な。白川さんが辞め際にこれ守れってもう口を酸っぱくしていったっていうですね。経済成長とか雇用の最大化どうでもいいんです。失業者が街に溢れてても、成長率がマイナス 1% で横ばいだった今の日銀法では OK っていうとんでもないですね。で、実権がさっき言った9人の政策決定会合に握られたと。で、その9人の身分保障が裁判官並みにあるっていうですね。5年間絶対にクビにならないっていうですね。で、しかもこれはですね、衆議院選挙なんて意味がないと私は去年一人だけ言い続けましたけれども、まあ、あと政治評論家で言ってるの飯島勲さんぐらいでしたけれども、なんでかっていうと、衆議院選挙、参議院選挙の天王山である、日銀人事はですね、これ衆議院で480人が賛成したって、参議院で過半数取れなかったら、再可決できないんですよ。だ安倍さんはこの日銀人事で思い通りに通すためには、自公全員が一人も造反しないで、さらにみんなの党と維新の会と新党改革全部を味方につけなきゃいけない。それでも足りなかったら民主党安倍派から引き抜くしかないっていうですね。まあそういう状態なわけだ。で、これをまとめると、参議院で抵抗されて人事が思うようにならなければ、時の政権は経済政策を自由にできない。政権の使命を制する拒否権が、日銀と参議院に移っちゃうと。恐ろしい状況になってしまうわけです。それがまさに起きてしまったのは次以降の話なんですけど、まあ、1998年、日銀法が施行され、で、消費税が3から 5% 上がった瞬間に自殺者が3万人に突入した。で、小渕さんが一生懸命積極財政やったけれど、日銀が全くの非協力だったんで、何の効果もなかったと。で、小泉さんすら裏切られたって話はさっき言いました。まあ、そのあたりのことはスラスラと書いてます。で、裏行って3ページ目。で、2008年ですね、白川正明さんが総裁に就任しました。だから、この間、早見、福井、白川と15年間、第二次日銀黄金時代が訪れてきたわけですね。で、白川さんってどんなやり方でなったかっていうと、小泉さんが一番最後の土壇場で、福井さんに刺されました。で、安倍さんはもう日銀と財務省両方敵に回して戦わざるを得なくなって、安倍さん、公務員制度改革とか思いっきり言っちゃって、
まあ、その中でもですね、キャリア官僚制廃止って思いっきりぶち当てちゃったんですね。で、これはもう、しかも首相秘書官に井上義行さんというですね、日大の夜学に通いながら、ブルートレインの運転士やりながら、苦学して、安倍さんに取り立てられて、安倍さんの秘書官に上り詰めたって人なんですよ。だから、東大法学部出たエリートの人っては、その人に頭下げなきゃいかんというのは屈辱でしょうがないわけですね。なんであいつは頭下げなきゃいかんのだということで、前官庁が敵に回ったと。財務省筆頭に安倍潰しに走ったと。それは安倍対財務省以下全省庁の戦いを、まあ、高みの見物してたのが日銀という構図です。で、安倍内閣の、第一次安倍内閣の末路はご存知の通り、参議院選挙で最終的に大敗しました。で、小泉さんの優勢選挙の過半数を福田内閣持ってたんですよ。ところが参議院では安倍さんが負けてしまったんで過半数がなかったと。で、この時によく小沢さんが戦国を押し込んだって言われるんですけど、これデマです。実は小沢さんの資金源は財務省。なんであの人が生き残れたかっていうと、斎藤二郎さんの系列とずっと仲良くしてたんですよ。一番最後のところにですね、香川官房長って名前書いてますけど、今財務省のナンバー3でずっといる人なんですけど、この人斎藤組の末裔って言われてるんです。この香川さんっていうのはすごい人で、小沢さん、雲隠れした小沢さんと必ず連絡が取れるって人な。小沢さんとしては香川さんが命綱なんですよ。だからあれだけ権力持って。だから、民主党が財務省の名前出したら全部潰すっていうのは小沢さん内心ヒヤヒヤなん。自分の資金源断たれかねない。で、小沢さんは、まあ、斎藤さんを通じての説得で妥協的だったけれども、強硬に反対した人がいます。仙石義人。この時、民主党反主流派だったんですけど、国会同意人事検討委員長っていうのを民主党内の役職で持ってたんですね。だ財務省っていうものは全員許さないって言って、武藤敏郎日銀副総裁を否決し、武藤さん、小泉内閣で2年半事務次官やって、財務省を守ったんだ、組織守って、日銀取り返しに行くぞって言ったら、ほとんど座敷牢みたいな5年間過ごしながら、最後の最後で耐えたと思ったら、仙石さんに潰されたと。で、財務省維持になって、田波さんって、武藤さんの先輩出したら、やっぱり否決され。じゃあ、副総裁ならいいだろうって、渡辺博って、これまた今話題になってる人ですね。で、仙石さん、試験じゃなきゃいいだろうって、渡辺さんで同意したんですよ。ところが、越井氏って人が、その財務省は認めないって言って潰したと。だから、武藤渡辺っていう二人の名前で、霞が関知ってる人は何を思うかっていうと、財務省は5年前の復讐がしたいんだと。役所っていうのは5年かけようが10年かけようが、恨みは忘れない組織なんで。特に財務省っていうのはそうなんで。だから絶対にあの時の借りを返したいんで、武藤渡辺って名前が出てるんですね。本来なら武藤総裁で取り返したいんだけれど、最低限渡辺副総裁は死守したいという、こういう歴史があるんです。ところが、越井さんがその渡辺副総裁案までぶっ潰したということですね。で、福田康夫さんという人は最低限国会式があるんで、3週間中央銀行総裁が空席っていうのは耐えれなかったんですよ。で、結局のところ、まあ、副総裁だけ決めようっていうんで、白川って人がなって、で、総裁代行をやってるうちに、そのままスルスルと総裁になったと。で、実は今の日銀の9人の特権貴族の中に、財務省は一人も入っていないと。衆議院の過半数持ってて、財務省と一緒になっても、日銀と、参議院で過半数持ってないと、日銀には勝てないっていうですね。この歴史なんです。だから、その日銀とか参議院を見てないと、実は、日本の政治っていうのは見えない。じゃあ、麻生内閣、福田さんは後引き継いだ内閣どうなったかっていうと、リーマンショックの時に何もさせてもらえなかった。どころか、中川財務大臣の明定会、いわゆる明定会見。ひどかったですよね。だって、隣にいる、白川さん止めやしないんですもん。別に財務大臣出なくていいんですからね。あの場には。なの白川さん止めないで、えへらしてるっていうですね。で、翌日のバチカンでの誤報の話もどっからそのリークなさ、デマのリークがなされたんだとか。あと大事なこと。中川さんは、辞めた後に、そのことを手記に書いてるんですよ。で、財務省謀略説は出てるんだけれども、それは心苦しい。財務省の諸君はよくやってくれたって書いてる。なぜか日銀のことは一言も書いてないですよね。どう判断するかは皆さんにお任せします。
だ財務省の悪口は私も5も10も100も言いたいんですけど、それ以上に日銀の悪口言わなかった、それはバランスを欠いてます。日銀を抜きにして財務省の悪口だけ言うのはあまりにも不公平で、まあその後民主党政権でひどい状況っていうのはまあそらそうなんですけど、ただあのまあ今の若い人に聞いたら史上最悪の総理みんな菅さんって言うんですね。でこの場にいる人で菅さんが史上最悪の総理じゃないという人います？あ、いない。あ、じゃあ全員納得しましたね。はい。ただ一個だけ菅さんに同情した回があって、私日があって、あの菅総理が経済対策で会いたいって言って白川さん呼びかけたんですよ。そしたら忙しいから嫌だって言って電話で15分で済ますっていうですね、とんでもない事件が起きたんですね。なんで私それ知ってるかっていうと、テレビの前でその一部始終やってたからですよ。その間を行き来してたのが当時官房長官だった仙石さんっていうですね、何なんだこの国はっていうですね。だからまあ民主党に対する悪口は1000も1万も1億も言いたいんですが、それ以上日銀っていうのはとんでもない組織、白川さんがいかに日本の癌であったかってですね、まあ、はっきり言ってバカでもスパイでもどっちでもいいですよ。もう白川さんが辞めるって言った瞬間400円株が上がるんですからね、まあ、それは当然ですよね。でその間何が起きたかっていうと、中国があのに日本にとって変わって世界第2位の経済大国になったってですね、これはまあさっき言った話なんですけど、まあ、レジュメの書いてある通りなんで飛ばしますけれども、で6のと5のところはほとんど飛ばして、で6のところ行くとですね、まあ白川さん、あの普通の人が分かんないだろうと思って、ちょっとでも分かる人間が見たらなんだこれはみたいなこと平気で言ってるんですよ。うん、ですね、あの お札をするのはデフレ対策って、もう皆さんはもう誰の目にも明らかですよね。金融緩和やるのがもう最大の処方箋だって分かってますよね。ところがずっとやらないってこの人言い続けたんですよ。発言を取り出しますとですね、非伝統的金融政策はやらない、大事なのは財政の問題だって。まあ普通の人間、伝統的金融政策が何なのかとか非伝統的って言われても何のことか分かんないでしょうけど、要するに金融緩和、お札はすらないって言ってるんですよ。それどこで行ったかというと、右のページ行くと上海人民銀行あ、上海の中国人民銀行ってですね、誰に向けて報告してんですかあなたはっていうですね、みたいなですね。であと他に挙げときますと、尖閣に漁船を押し寄せてきて前原国土交通大臣が捕まえたら、あの中国が騒いで、あのいきなり日本の在留邦人捕まえたみたいな無茶苦茶な事件あったじゃないですか。あの時に、まあ、中国の国内でも日本に経済制裁しろって言ったんですよ。で中国共産党のシンクタンクが何言ったかというと、日本に対して最も有効な経済制裁は円高誘導だって言ったんですね。円高になると大体デフレになるんで、じゃあ円高デフレ政策取ってる日銀っていうのは、まあ、中国の利益に奉仕してるとんでもない存在っていうことですよね、うん、であと、まあ、さすがに、あの、民主党内反主流派と自民党内の反主流派、後に主流派の人たちが、お札すれって言い回ったんで、まあ、白川さんも渋々、あの、来年からすりますっていう声明を繰り返したんですよ。白川さん、あの、一度もすって流したことないんですよ。来年からすりますですからね。今月じゃなくて先月？先月だってすごいですよ。先月だから、2000で言うと13年ですね。2013年1月に何言ったかっていうと、2014年からお察すりますって言いやがったんですよ。あんたいないだろうっていうですね。そういうふざけた人たちですからね。でもやっぱり日本が本気でお札を吸って景気対策するっていうのは中国にとっては怖いんですね。いつの間にか、あの、国名名指しになってますけど、あんまり気にしないでください。ね。しかも、あの、白川さんがお札なんちゃってすります宣言した瞬間に、日銀の金融緩和、中国人民銀行が叱責みたいですね。なんで他国に怒られなきゃいけないんだっていうですね。で、まあ、その一部始終書いときましたけれども、それに対して、あの、
山口日銀副総裁の回答がすごいですね。これは一般的な金融政策ではなくて、いわゆる日銀政策であるって普通の人聞いても何が分かんないじゃないですか。一般的金融政策、つまりお札をすることではないと。日銀政策、うちの天下り先を守ってるだけです。まとめますと、日本国民を救う気はありません。あくまで私の天下り先を守ってるだけなんで、中華様許してくださいって、ふざけるなって話ですよね。だんだん自分で言ってて腹が立ってきたんですけど、まあそんな話ですよ。で、それに対して、まあ、クルーグマン、ノーベル賞を取った教授なんか、なんで日本人は白川を銃殺してないんだってですね。まあ、アメリカ人に言われると、本当あんたらならやりそうで怖いんで、まあ、あれですけれども。まあ、何よりも、李登輝さんって人、まあ、皆さんご存知ですよね。結構早くから李登輝さんって、平成22年ですか、3年前から結構警告してくれてまして、私ぐらいしか紹介して、私とまあ、何人かぐらいしか紹介してないんですが、日本政府が真っ先にやることは日銀を内閣府の一機関に格下げすることだと。なんとですね、ボイスとかウィルで言ってるんですね。大体これと憲法改正を同時に言ってるんですけど、よりによってウィルの方で憲法改正より先に日銀法改正だって言ってるんですよ。だと安倍さんのやりたいことは非常に明確で、最終的には日本人の憲法を作ること、それまでにやれることを全部やること、で、まず経済なんですよ。他やらないって言ってんじゃないですよ。だ、側近たちは全員一生懸命安倍さん何でもやりたがるんで、もうとにかく7月まではまず経済って言ってんですよ。どこぞの桜井や遠藤を心配してくれなくてもいいんですよ。安倍さんいっぱい何でもやりたがるのを一生懸命抑えてんですから。というぐらい、実は経済問題って、これ今金融の話っていうのは安全保障の問題そのものなんです。実は日銀人事こそが去年の衆議院選挙よりもはるかに重要な天王山なんです。じゃあ今後の展開としてどうなるかっていうと、まあ2月5日白川さんが辞めてくれて、まあありがとうと。もう切腹しますから死刑は勘弁してくださいって、まあそれ以上深追いしてもしょうがないですからね。という下の根も乾かないうちに、14日には金融緩和再び否定的っていうですね。まあ全然日銀反省してません。で、武藤総裁案が流れたらさっきお話しした通りなわけです。で、安倍さんと日銀が一騎打ちになっている中で、じゃあ日銀に足元されてきた財務省が何考えているかって、私の見解を一言で言いますと、さっぱりわかりません。というのは、財務省の障壁に従ったら、日銀と戦ってもう一回天下り先として取り返すのが官僚として正しい姿勢なんですよ。ところが何でもいいから増税やれば英雄なんだみたいなアホな文化が染まったですね、バカな財務官僚がいっぱいいるんで、まともな人が困ってんですよね。じゃあ安倍さんとしては財務省を入れるのはやぶさかじゃないんだけれど、3人のうち1人に。じゃあそいつが絶対裏切らないという保証を示さなきゃいけないのに、その日銀とくっついて変なことしようとしたりとかですね。だから今の財務省どういう人事になってるかっていうと、次官真子さんっていう人で、この人前の勝さんを事実上のクーデターで放逐した人です。勝栄次郎って民主党シフトだった人なんですけど、この真子さんっていう人は、まあ、よくよく見てると何かと功績がある人で、勝さん武藤さん抜いて3年やるんじゃないかっていうのを増税通して翌日に首飛ばしたんですね。自分が取って代わってんです。 OB 動かしてあんた意外にやめてくださいってことで、で、市警局長の木下さんっていう人をつけてるんですけど、この木下さんと香川さんっていう人は同期なんですよ。しかも香川さんの部下にいたことがあるのに飛ばしてなったっていうですね。なんでかっていうと、香川さん小沢シフトの人だったんで、小沢さんが権力復権が望めないんで、まあここにあえて置いといたと。で、これ総選挙前の人事なんで、まあこの香川さんが今後も次官になれるかどうかは分かんないと。木下さんは次官になれます。で、田中さんっていう人は主税局長なんですけど、税金握ってる方。この人はですね、なんと、次官と同期なんですよ。ついでに言うと国税庁長官も同期ってですね、次官と主税局長と国税庁長官が同期って、昭和53年組で並んでるって、かなり異例の人事なんですよ。で、この田中さんっていう人の残したのは、実は安倍シフトなんで。田中さんっていう人は、この、第一次安倍内閣の秘書官なんですよ。
ところがこの人が増税だけはやめないでくれとかですね、日銀法改正だけは公約から取り下げてくれとかですね、ばっかなこと言ってですね、安倍さんの不信を買いまくってですね。で、心ある人は何考えてんだ、田中はになってるわけですよ。だから今安倍さんの官邸の秘書官みんな経済産業省ばっかりなんです。だ経済産業省ももう旗迷惑で、首相と財務省が改選前夜みたいになってるところ、お前来いって言われて、で、安倍内閣が長期政権になったら我が世の春ですけれども、短命政権になった財務省の復讐怖いわけですよ。昔枝健二っていう人が橋本行革ではしゃぎ回って、後で与謝野さん通じて詫び入れたみたいですね。そういう痛い教訓を忘れるために今はしゃぎ回ってます。経産省。大丈夫かあんたっていうですね。みたいな状況なわけですね。だから本当に安倍さんとしては心の底から霞が関全部敵に回したくないのはあるんでしょうけれど、どうも財務省が何考えているのか分かんないっていう、まあ昔日銀が財務省と安倍さん噛み合わせて高みの見物してたようなことをやりたいんでしょうけど、財務省自身にもそんな余裕ないはずなんですよね。だから財務省としては本命は武藤さんを総裁に送り込んだらボロ勝ち、渡辺さんっていう、結局、輿石さんに蹴飛ばされた人、副総裁でもいいから送り込んだら、まあ、最低の勝ち。みたいな考えなんでしょうね。じゃあ、どこの線かな、みたいなことを考えてるんでしょうけど。だ実は、まあ、日銀総裁だけじゃなくて、副総裁2人まで含めて、3人の組み合わせがどういう組み合わせで、で、その人たちが安倍さんに対して忠誠心をどれだけ強くいつまで持っていられるか、安倍さんがどれくらい強く持たせられるかの政権の力、次第によって今後の行方がわかるっていうですね。だから白川打ったって思いっきりはしゃぎ回ってますけれども、実はこっからの追撃戦が本番なんですね。敵を包囲しながら殲滅された織田信長って人もいますからね。石山本願寺を敵を包囲して騙し討ちにしたら怒り狂って本願寺軍に逆襲されて弟殺されたみたいですね。そういう間抜けな話もありますんで。だからまだまだ油断はできないです。ただし、ここを勝ち切れば、もう7月の参議院選挙、どんな組み合わせになったって楽勝ですよ。日銀さえ取っちゃえば。自民党から造反でだって株価さえ上がり続ければそいつら切り捨てて各党に散らばってる安倍新派をかき集めて新党を作るなり自民党に招き入れるなりしたら勝てますから。だから私は一度も自民党を応援すると言った覚えはない。安倍さんを応援すると言った覚えはあるんですけど自民党を応援すると言った覚えはない。だから本当政権の枠組みとか自民党が勝てばいいとか、この人が日銀総裁になればいいっていう、そのワンフレーズポリティクスやめましょう。よく小泉さんの批判でワンフレーズポリティクスやめましょうって、大体そういう人に限って2行以上の作戦計画読めないって人多いですからね。もうそれは保守のとして、保守は考えるのが大事な集団ですので、な本当はまあ今日言った難しい聞き慣れない話ばっかりだったかもしれないんですけれども、ただ明治以来、今に至るまで超駆け足で、日銀というのがいかに恐ろしい敵であるか、その巨大な敵が唯一の突破口だと言って挑みかかっている安倍さんがなぜここまで勝ち続けられるのかというからくりをお話ししましたので、あとは質疑応答の方で、あとこれ以上詳しい話は質疑応答じゃ足りんみたいなですね、あとなんであの人があんな変な動きをするのみたいなちくり情報とかも私が主催している倉山塾っていうですね、倉山充の砦というホームページから一瞬でアクセスできますので、よろしければそちらの方も倉山塾もよろしくお願いいたしますということで、少しオーバーしましたけれど、ご清聴ありがとうございました。